内装の方紹介していきたいと思います。ドア内ですね、こちらに、傷の方、やっぱここ足当たる部分なんで傷の方がちょっと入っちゃってます。こちらの車はタイプ SP になっております。ボーズサウンドが、標準で装備されております。音自体もかなりいい音となっております。シート自体は、黒色の本革ですね、レザーシートとなっております。こちらの部分、シワが少しついちゃってますね。あとこちら、少し汚れちゃってます。助手席自体も、まあ傷などがちょいちょいある形で、こちらですねが少し破れてる状態となっております。後部座席の方見ていきたいと思います。後部座席自体も、少し使用感は、ある形ですね。ただすごい汚いというわけでもなさそうです。こちらの方、助手席運転席ともにこちらの電動の、シートで調節の方が、できます。高級車ですね。距離の方が 49,378 キロとなっております。マニュアルですね、ちょっと見にくいんですけど、6速マニュアルとなっております。こちらの車 NA なので、かなり運転の方はしやすいと思います。ただまあ333馬力あるので、すごい無茶な運転するとすぐスピンしちゃいそうな車ですねっていう形です。ちょっと吹かしていきたいと思います。かなりレスポンスいいっすね。この車ドライブの方絶対楽しいです。こちらの方に灰皿の方が装着されております。こちらグローブボックスですねになっております。内装は、最上級グレードということもあってかなり高級感ある内装となっております。